2017年の燃料より、世界の一時エネルギー供給量 162,494TWH 石油石炭、データン、シェール油天然ガスバイオ燃料と、廃棄物原子力水力その他2017年の地域別より、世界の一時エネルギー供給量 162,494TWHOECD、中東 OECD 以外のヨーロッパ、 ユーラシア中国 OECD 以外のアジア OECD 以外のアメリカアフリカバンカー2017年の世界の資源別発電量総発電量は 26PWH 石炭天然ガス水力原子力風力石油太陽バイオ燃料その他一時エネルギーとは自然界に存在するエネルギーで人為的な変換プロセスを経ていないものであるこれは原燃料に含まれるエネルギーであり システムへの入力として受け取った他の形態のエネルギーも含まれる。一時エネルギーには枯渇性と再生可能なものがある。化石燃料を表すために一時エネルギーが使われる場合、燃料の内包エネルギーは熱エネルギーとして利用可能であり、一般的には約70%が電気エネルギーや機械エネルギーへの変換で失われる。 太陽エネルギーや風力エネルギーを電気に変換する場合も同様に60から80%の変換ロスがあるが今日の国連のエネルギー統計条約では風力や太陽から作られた電気をこれらのエネルギー源の一時エネルギーとして計上するこの計上方法の結果風力や太陽エネルギーの寄与は化石エネルギー源に比べて低く報告され風力や 太陽の一時エネルギーの形状方法について国際的な議論が行われている。一時エネルギー供給量は生産、輸入の合計から輸出、貯蔵量の変化を差し引いたものである。一時エネルギーの概念はエネルギー学と同様エネルギー統計学の分野ではエネルギー収支の編集で使用されている。エネルギー学では一時エネルギー源とは人間社会で使用される。 エネルギーキャリアを供給するためにエネルギー部門が必要とするエネルギー形態を指す。二次エネルギーとは電気などのエネルギーキャリアのことである。これらは一次エネルギー源から変換されて生成される。ポリエチレンとトップスは世界的なエネルギー供給の文脈でより明確に定義されている。一次エネルギー源はそれらがエネルギーキャリアに変換される。 エネルギーシステムの構成要素と混同されるべきではない。一次エネルギー源はエネルギー部門によってエネルギーキャリアの生成のために変換される。一次エネルギー源はエネルギー変換の過程で電気エネルギーや生成燃料、水素燃料などの合成燃料など社会で直接利用できるより便利なエネルギーに変換される。エネルギー学の分野ではこれらの形態を エネルギーキャリアと呼び、エネルギー統計学における二次エネルギーの概念に相当する。エネルギーキャリアとは、一次エネルギー源から変換されたエネルギー形態のことである。電気は最も一般的なエネルギーキャリアの一つで、石炭、石油、天然ガス、風力などの様々な一次エネルギー源から変換されている。電気はエントロピーが低く、 他のエネルギーに効率よく変換できるため特に有用である。地域熱供給も二次エネルギーの一例である。熱力学の法則によれば一次エネルギー源は生産できない。エネルギーキャリアの生産を可能にするために社会で利用できるようにしなければならない。変換効率は様々である。熱エネルギーの場合、電気や力学エネルギーの生産は カルノーの定理によって制限され多くの排熱が発生する。他の比熱的な変換はより効率的になる可能性がある。例えば、風力タービンは風力エネルギーをすべて取り込むわけではないが、風力エネルギーは低エントロピーであるため変換効率が高く排熱をほとんど発生させない。原理的には太陽光発電の変換は非常に効率が良いかもしれないが、 電流変換は狭い範囲の波長のみでうまくいくのに対し、太陽熱はカルノー効率の限界もある。水力発電も非常に秩序立っており、非常に効率的に変換されている。使用可能エネルギー量とはシステムのエクセルギーのことである。サイトエネルギーとは特定の場所で消費されるあらゆる形態の最終消費エネルギーの量を指す、用語で、北。 アメリカで使用される。これは一次エネルギーと二次エネルギーの組み合わせである。サイトエネルギーはキャンパス、建物、またはサブビルディングレベルで測定され、光熱費におけるエネルギー料金のベースとなる。対照的に、創生エネルギーは施設のサイトエネルギーを供給するために消費される一次エネルギーの量を表す用語として、北、アメリカで使用されている。これは、 全てのサイトエネルギーを含み、伝送、送達、変換の間に失うエネルギーを加えたものであるため、常にサイトエネルギーよりも大きい。創生エネルギー、または一次エネルギーは、エネルギー消費のより完全な全体像をもたらすが、直接測定することはできず、サイトエネルギーの測定値から変換係数を用いて換算しなければならない。電気の場合、典型的な値は、 サイトエネルギー一単位に対してソースエネルギー三単位である。しかし、これは一時エネルギー源や燃料の種類、発電所の種類、送電インフラなどの要因によって大きく変化することがある。変換係数の完全なセットはエネルギースターから技術参考資料として入手可能である。異なる施設のエネルギー仕用を比較、分析する際にはサイトエネルギー、 または、ソースエネルギーのいずれかが適切な基準となる。例えば、米国エネルギー情報局は、エネルギーの概要には一時エネルギーを使用しているが、商業ビルや住宅ビルのエネルギー消費量調査には、サイトエネルギーを使用している。米国環境保護庁のエネルギースタープログラムでは、ソースエネルギーの使用を推奨しており、米国エネルギー省では、 ネットゼロエネルギービルの定期にサイトエネルギーを使用している。一時エネルギーの見通し。2007年から予測エネルギー事故とはエネルギーや電力の供給システムで発生する事故のことである。このような事故は多くのシステムが正常稼働している場合と同様に、例えば公害による死亡事故につながる可能性がある。世界的には 石炭は1兆キロワットアワーあたり10万人の死者を出している。地球科学の規模では全一次エネルギー源は再生可能であると考えられる。資源の再生不能な本質は人間社会内のニーズの規模によるものである。ある状況では人間社会による資源の利用は地球物理的に再生される最低速度よりもはるかに早く行われている。これが 枯渇性一時エネルギー源と再生可能一時エネルギー源の区別の根拠となっている。各分裂発電所ではプルトニウムや劣化ウランなどの核燃料も使用されている。しかし、自然界には量的に存在しないため、一時エネルギー源とは考えられない。実際、これらの核燃料を利用できるようにするためには天然のウランを消費しなければならない。ありがとうございます。